はい。ひなたち、今日結構暴れてるな。元気になったかな。すごい。こんなの初めて。はい。ひな。結構ね、毛も揃っててね、あと1週間ぐらいで飛び立てそうなんですけど、こちらは、そうね、考えた結果、明日、巣の近くに戻そうと思います。巣の近くが、アスファルトで暑いんで、ここに乗せてね、親鳥に返そうと思います。で、実際、ね、巣に戻した方がいいんですけど、人力ではね、戻すことはちょっと難しいんで、そっから、元気にな。そしたら、親にね、餌をもらって、ね、元気に、ね、育ててほしいです。元気の、今日。なんだ。まあいいや。まあこんだけ元気だったらいいか。じゃあ、ちょっと餌あげてみようか。はい、餌はこちら、ミルワームをあげたいと思います。で、これね、ちょっとわかんなくて、こういうのも買ったんですよね。野鳥の餌。でもね、ちょっと、多分消化っていうか、殻外せないんで、こちらは、ね、後で食べてみたいと思います。落ち着いたのかな？もう、睡眠バッチリ。はい。よし。なんかね、巣の中の方が安心するのか、食べますね。途中だな。で、こいつがね、全然口開かなくて、口にちょっと無理やり入れてる。多分こっちは親戻しても死んじゃうんじゃないかなって、ちょっと可能性高いですね。はい、こんな感じです。ということで、千秋さん携帯の千秋でした。すごい口開いてなんかすごい元気になってね、これだったら戻しても生き残る可能性が高いかもしれない。皆さん、動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。